何をしてた？何も。錠は見つかった。ああ、あとは鍵だ。あの小さな司令官に箱を持たされてる兵士さん、さっき市場で見たよ。助かる。だがここで待てと言わなかった。はい、ムッシュ。見つけた。では金の鍵まで導いてもらう。変わったことがあればすぐに伝えろ。了解。何を手に入れたんだ？箱がいっぱいになるほどの銀です。持ってこい。司令官はお疑いでは？パリのことで手一杯らしい。いつもの手間賃だ。それから昇進も感謝します。お役に立てて光栄です。お前にはできやしないさ。銀の鍵が入った箱のありかを言わないとお前の着服をバラすぞ。ささやかな利益を求めてるだけだ。リンゴを欲するネズミのようにか。なぜそれを？司令官は間違いなくこの例えに意義を感じるだろう。箱は洞窟の中で監視されている。ほら。よし、すぐに目の前から失せろ。鍵一つにこれほどの警備、扉の先に何がある？